どうも、石川です。はい、これより登録販売者、過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問91から問100までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続き第3章のところですね、問91番です。眼科要約に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A は正解、 B なんですけど、一度に何滴も点眼しても効果が増すことはなく副作用を起こしやすくなることもないよ。そんなことないですね。副作用、その分量がたくさん入ってきますから副作用を起こしやすくなることもありますので、こちら B は誤り、そして C は正解となります。はい、ということで1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問92番です。眼科用薬の配合成分に関する以下の記述についてカッコ欄に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず目のところについてで、一番皆さんに押さえておいてほしいのがビタミン A ですよね。はい、なので A のところはビタミン A が入りまして、そして、視細胞が光を、感知する、反応に関与していることからということで、ここ光を感知する、要は光、要は暗いのか明るいのか、それを感知しているというところになりますので、なので、その暗いのが、明るいのがとかっていう調節ができなくなってしまう、病気がありましたよね。そうですね。ビタミン A が不足すると夜盲症というものもあったと思いますので、そのあたり、ぜひぜひ押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで、B のところはですね、こちらパンテチンが入りますので、パンテチンもですね、こちらビタミンの、特にビタミン B5 とかって呼ばれるようなものになるんですけど、まあそのあたり、まあそこまでは詳しくは試験には聞かれてきませんので、そうなんだなぐらいな感じで流しておいていただいて大丈夫です。はい、ということで、こちら答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問93番です。皮膚に用いる薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は正解ですね。このあたりはなんとなく大丈夫かなと思います。同じ部位に連続して、噴霧すると、凍傷を起こすことがあるので、だから何秒以内にしてくださいね。そんなところまであったかなと思います。皆さんいけますか？そうですね。3秒。そうですね。3秒以内ですね。なので、これを5秒とかで引っ掛けてくることもありますので、気をつけておきましょう。はい。そして B なんですが、殺菌消毒成分として用いられるアクリノールは、青色の色素で一般細菌の、一部に対する殺菌消毒作用を示しますよとあるんですけど、これ青色ではなくアクリノールは黄色でしたね。そうですね、黄色でした。はい、ということでそこを間違えないようにしておいてください。ということで B は誤り。はい、そして、オキシドールは作用の持続性があり、また組織の浸透性も高いですよとあるんですけど、これも誤りでしたね。オキシドールというのは、シュワシュワします。例えば傷の患部とかにですね、こう塗ったりとかしますとシュワ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 ってなってきますから、そのシュワシュワシュワって発泡していくんですね。で、なので、発泡していきますので、こちら、作用持続性、すぐにこう発泡しちゃいますから持続性は乏しいです。そして、組織の浸透性、シュワシュワシュワってなってしまいますので浸透性低いです。そして刺激性がありますので、そんなところ問われてきますから、もう一度、ここですね、引っかからないようにしといて、いただきたいので確認しておきましょうね。はい、そして、次 D なんですけど、マーキュロクロムは一般細菌、真菌類に対して比較的広い殺菌消毒作用を示すが、結核菌やウイルスに対する殺菌消毒作用はないとあるんですけど、これ惜しいですね。これ誤りなんですけど、何かというと、ちょっと前にまとめました。アクリノール、オキシドール、マーキュロクロムですね、今回出てきているのは。はい、この3つなんですけど、この3つは一般細菌には効果があります。ただ、真菌、血
核菌ウイルスには効果がないんですね。はい、このあたりが、登録販売者の、市販薬のところで出てくる殺菌消毒成分となりますので、しっかりと、この3つですね、まとめて覚えていただいた方が効率的ですので、一般細菌のみに効果があるんだなというところですね、つなげておきましょう。はい、ということで D なんですが、真菌類には効果がありませんので、なので一般細菌だけなんだなというところですね、大丈夫でしょうか。はい、なので D は誤りとなりまして、4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い94番です。皮膚に用いる薬の抗炎症成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。B、C は正解ですね。そして A なんですけど、主なステロイド性抗炎症成分としては、デキサメタゾン、プレドニゾロン、そしてウフェナマートがありますよ、とあるんですけど、これ誤りですね。はい。ということで、ステロイド性の抗炎症成分に関しては、デキサメタゾン、プレドニゾロン、そしてヒドロコルチゾンってやつがありましたね。そうなんです。ああ、そうだったなーというところですね。ぜひぜひ思い出していただきたいなと思います。はい。特に、ステロイド性抗炎症成分は、語尾、ゾンとか、ゾロンとか、ゾーンとか、ついてきますから、こんなところもですね、ちょっと、覚えるヒントにしていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい、ということで、ここですね、A は誤りとなります。はい、そして B と C 正解で、ですね、D なんですけど、ケトプロヘンはフェノフィブラートでアレルギー監査された人でもアレルギーを起こす恐れが、ほとんどない成分として知られますよとあるんですけど、こちら、そんなことないですよ。そんなことないです。特に、フェノフィブラートに関しては、これ、そうですね。脂質異常症とかに、使っていくようなね、お薬になりますので、なので、ここに関してはですね、D は誤りとなりますので、こちらはですね、ほとんど、なんだろう、アレルギーとかね、ケトプロフェンとかなんかあったじゃないですか。そのあたりね、ぜひぜひ思い出していただきたいなと思いますのでね、抗線過敏症とか大丈夫でしょうかね。はい、ということで、そのあたりですね、D のところ、ここは誤りと、なります。はい、ということで答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い95番です。歯や口内、口の中に用いる、薬に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、はい、誤っているのは、こちらは3番が誤っている内容となります。はい、3番なんですけど、歯槽膿漏薬内服では、歯周組織の炎症を和らげることを目的として、セチルピリジニウムが用いられるよと書いてあるんですけど、セチルピリジニウムというのは、こちらにも書いてきました。セチルピリジニウムは殺菌消毒成分なんですよ。そうなんです、殺菌消毒成分なので、こちら誤りとなります。はい、ということでいいでしょうか。例えば、歯周組織の炎症を和らげることを目的としているのとしては、グリチルリチン酸とかね、そういったものが該当してきますので、誤りとなります。はい、ということで問い95番は3番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問い96番です。禁煙補助剤に関する記述の成分について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらも答えは3番、3番続きますね。3番が正解となります。はい、A なんですけど、ニコチンを有効成分とする禁煙補助剤はニコチン置換療法に使用されるが、咀嚼剤のみが存在しますよとあるんですけど、咀嚼剤ってこう、噛み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 していくやつなんですよ。で、それだけじゃなかったですよね。そう。パッチ剤ペタッと貼って皮膚に貼っていくパッチ剤もありましたので、なので A は誤りとなります。はい、なのでのみというところが違いますよね。はい、そして B、C は正解でして、D なんですけど、禁煙補助剤を使用する際は、喫煙量を徐々に減らしていく。いや、ダメです、これ。ね、完全にやめましょう。ね、気持ちはわからないでもないね。こう吸いながらとかってね、やっぱ名残惜しいですよね。タバコ吸われてる方はですね。なので、名残惜しいから、ってなっちゃいますけど、いや、ダメです。完全にですね、こちら、喫煙をやめていただいて、
禁煙補助剤に切り替えていくということが必要となりますので、 D は誤り。なので答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い97番です。以下の記述に当てはまる漢方処方製剤として最も適するものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。カッコン糖化鉛球真意というものですね。はい、こちらに関してはですね、特に鼻詰まりとか蓄膿症とかね、そういった方たちに使うことができますので、まあ、そんなところをですね、ぜひぜひ押さえていただくといいんじゃないかなと思います。で、他のところ、糖菌因子とか、消風酸とか、十味排毒糖とかはですね、ここまた違う処方になってきてしまいますので、しっかりとですね、それぞれの処方、どういう働きがあるのかなというところですね、押さえていただくと良いかと思います。はい、では、次行きましょう。はい、今度は98番です。需要競争保険薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番ですね。はい、A なんですけど、医薬部外品の保険薬の効能効果の範囲は、需要競争、筋肉痛、神経痛、あとはですね、虚弱体質の改善とか、病中とか病後の栄養補給に限定されますよとあるんですけど、いや、こちらはですね、特にこう筋肉痛、神経痛とかっていう風に出てきてしまうと、これは医療用医薬品の範囲に入ってきてしまいますので、医薬部外品はそこまでは対応できませんので、A は誤りとなります。はい、それからですね、B なんですけど、こちら正解ですね。それが C、ヘスペリジンは、米油及び、ということで、抗酸化作用を示す成分ですと、そしてビタミン E と組み合わせてとあるんですけど、違います。これ何かというと、ヘスペリジンというのは、ビタミン C の吸収を、助ける働きとかがありますので、そんなところでは、こちら、米油由来なのはガンマオリザノールの記述になっちゃいますので、ガンマオリザノールですね、の記述になっちゃいますので、C は誤りとなります。はい、それから D、グルクロノラクトンは軟骨組織の主成分で、軟骨成分の形成などをですね、する働きありますよとあるんですけど、グルクロノラクトンはこちら間血流を、促進することによって肝臓の機能をですね元気にしてあげるね、働きを助けていくような役目がありますので、なので、こちらですね、グルクロノラクトンはこのような記述になりますから、なので、こちら軟骨組織の主成分でとかっていうのはこれコンドロイチンの記述になっちゃいます。コンドロイチンね、コンドロイチンの記述になっちゃいますので、こちら D は誤りとなります。ということで5番が正解でした。では次行きましょう。問い99番です。以下の消毒薬の成分のうち、もっぱら、器具とかなどに用いられる成分の正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。そうですね、次亜塩素酸ナトリウム、トリクロルイソシアヌル酸、次亜塩素酸ナトリウムはハイターとかブリーチとかに使っていますよね。それから、トリクロルイソシアヌル酸とかは、大型施設、プールなどの大型施設の殺菌消毒とかに使われておりますので、なので、こちらですね、該当してきます。はい、ということで、問い99は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い100番ですね。殺菌剤。違いますね。殺虫剤ですね。ごめんなさい。殺虫剤、忌避剤及び、衛生害虫の種類と、防除に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解。それから B、ピレスロイド系の殺虫成分として、ペルメトリン、フェンチオン、フェニトロチオンが、ありますよとあるんですけど、こちらピレスロイド系はペルメトリンは該当するんですけど、フェンチオンとかフェニトロチオンはこれ有機リン系です。有機リン系ですね。なので誤りとなります。はい、それから C なんですけど、忌避剤は虫刺されによる痒みや腫れなどの症状を和らげる効果ではありません。忌避剤というのは、避けるという字が書いてありますから、虫除けスプレーですね、とかに、使っていくようなものになりますので、こちら、痒みとか腫れとかはですね、関係ございませんので、C は誤り。ということで、答えは1番が正解でした。
はい。ということで皆さん、いかがだったでしょうか。ここまでですね、そんなに多く難しいところはなかったかなという感じはするので、ぜひ、間違えたところはですね、もう一度、復習をしていただき、よく出てくるような基本的なものが多かったので、しっかりと復習できるようにしておきましょう。はい。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい。ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。